試合だからもうちょっと待って。あれはある。あるあるある。あれはオッケー。はい、それでは行きましょう。サードマニアックスボリューム4大山ですね。決勝トーナメント1回戦第1試合始めます。盛り上がっていきましょう。さあ開幕、みんながデコイの組み合わせ。さあ今日ダブルのリベンジをしたいと言ったトミーですが、豪輝に対してはトサナミなのかそれとも聖中なのか。まあ豪輝に対してダブルキャンギいらないですからね。カラクサ入れば、カラスタからトサ行けばピオリマスダブルなくても。さあトサ選択。剣、うわー、バクステも前捨てで飲み込んで、カラクサ攻撃の体力もう半分切って怪しい。さあ富永誠まだ体力緑、後ろでベガ立ち視点カメラがそんな感じになってますね。あー、ここでカラクサ。さあ10パンチスト、大パンじゃ死ぬとの判断ですかね。ゲージ回収と、てかゲージ止まってなかったか今。まあ、さあ圧倒的な富永ペースの1試合目でしたが、第2ラウンドはカラクサはさすがにちょっと多かった。さあデコイ動きがすごい丁寧にいって、ここは勝負にいった。はい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 、裏回り、うん、ここは投げ100球仕込んである。カラクサには行かせない。これは EX トゥルギが出なかったか。チェストチェスト下ろし、昇竜で潰す。大パン大昇竜。言葉が何かやってたようにも見えたんですが、さすがに勝利は強かったですね。さあパロムさんかな、これ広告入ってます、ありがとうございます。ちょうど決勝トーナメント始まったとこです。主人上から来た膝めっぱ出なかったか今の硬直は。投げて壊してそう、これは痛い反撃。めっぱがクイック取られてたらやばかったな今。さあちょっとミスも見えたが体力差はあまりない形。しかし下ろしタンク。さあ竜巻で画面押して前風呂からの反撃。さあ土佐波なくまずは富に勝利ですね。さあそして出るのは先ほど、さあ羽が何枚か生えてきたこの男。さあ本日予選ではかなり粘り強くちょっとずつちょっとずつ打点シート覚醒していたこの男ですが、まずは唐草の洗礼。さあ先ほど人によっては羽が生えたと申してましたが、その羽が増えるかもがれるか、拾えない、かくんない、いやーこれは厳しい。あれかくんないのSA なのでクイックが取れないのでもう状況的にはあれって感じなんですかね。いや剣が強い。さあ大パンEX吹き上げ当たんない、どういう読み合いだったんだ今。さあかなり追い込まれたこの伊達ひしもどき、今日はどうなる。仕上がり5割と申してましたが、投げて、さあこれはイエクスルギブローれなかったか、リープこれは暗速つながって、さあレミゲージない、ルグレ、うわー、いやーここはチェストで突っ込んでくる。
さあちょっと打点できてませんでしたが、まあ、まだ分かりません。大将がいますのでチームとしてはまだ残ってます。さあ先方大将、ここでクニ登場。さあワンピー側なので予選とは違い、僕からはヤックンとクリームヒルドが背を向けているところしか見えません。今どんな表情しているのか。さあピオラセ対決、どっちが先にスタンさせるかみたいな、そういう組み合わせですね。前ブロー、さあしゃが大速度波動拳、小橋とタッシュ系の工作ですね。中足仕込んで、中足波動天神、さあ補正が切れてる、体力ほぼドット残りで、さあ行かない、土佐があるので当然行かない、相手の飛びをくぐって波動。さあ第2ラウンド、天神はもうかなり溜まっている。ダッシュカラクサ、さあ亀足に持っていって中継拾い、カラクサこれどうなんだ、あーピヨってますね、さすがに。さあデンデン EX、 さすがに残るが、ここは勝利打ってきた。こっからでもひっくり返せるんですが、せいや、いやーここは投げてった、 EX の上段速度だったので電人ゲージが使えなくなってしまったが、まあ今のは致し方なしというところが。最終ラウンド波動電人、これ波動当たるんじゃないの。さあスタンチ6割、うわ怖い、バグせカラクソ、ちゃんとダッシュの外側にいる、クリが落ち着いている、 EX テストも潰して EX 中継、これはまた中足と中足の交錯だが、電人当たる、デンデンと、さあ大将を見とどまる。さあそしてカメラには映っておりますでしょうか、通りすがりの全員一登場。さあキャラはヤンですね。さあどうなる、国対クリームヒルド、波動拳裏に落ちて前方転身、さあ画面足キープ、 EX ソロで勝ち込んでいった、壊し EX 出なかったか、ここやり直し、悔しい、灼熱で追い返す、体力に差はほとんどない、竜巻暴れ裏から EX、 これは残るが雷撃で裏落ち、アマチュアだな。さあラウンド2、いやここで EX 円柱形ものともしない、ダイパー雷撃、雷撃、ここはバックジャンプダイパー、これは潰れるか、中ボス、これも対処している、裏回りは拒否ったが、その後の展開が早い、お見事、勝ったのはヤックン、富永クリームヒルト。はい、じゃあ次いきまーす。フグシノブ、ヤマトラバーサス太平玉コンコロ、集まってください。はい、では太平王が出陣になったのでマイクを預かります。サッホーレ太平バーリー、バリバリバリ太平バーリー、ヘイサルトラッサ、ヘイサラバッタサルトラッサ、バフバリ見てないと何のことだか分かんないと思いますが、マイブームなんで許してください。さあ悩む悩む、
ユリアンとオロとえっ、ー、と完全版出るかどうかは分かんないけど、映画館で改善版流すらしいんで僕は見に行くつもりです。バフバリの話ね。さあ悩む。さあお互い持ってるオロとユリアン、まあキャラ変えるかもしれないんで何とも言えないですが、はい、ヤマトラタマコン。さあダッドリーマコト、お互い共通のカードユリアンとオロは温存。さあ相当な乱打戦が期待できますが、想像できますがどうなるのかしら。ダッドリーマコト、さあさあファーストアタックはヤマトラ、こっからしのぐヤマトラ。おっとダイヤシ入ったがついてない。さあ投げ暴れ、捕まえてポンポン。さあおっと唐草拒否して、こっからでもダッドリーはあるぞ、あるっぽいぞ。ゲージは使わないで、さあどうする、しのぐ。さあおっとこれは追撃にはいかない、いった、ひっくり返したタマコン。誰かの頭が映ってる。さあ飛んで、おっと危ない。さあ今度は丁寧に、おっと痛恨のおもらし、ポンポン。壊しテスト取ったが次は安いか、しかしターンを持ってることは最重要。正中暴れで、これは取ったでしょう。いやー試合内容は誠ペースなのに一発でひっくり返す、これは非常にやりづらい。さあ一本ずつ取り合って丸裸のヤマトラ VS 一本あるタマコンダッドリー、小足が強い中段ガード、捕まえて。さあ2回目、これはおかわりのおかわりでバレてんだよと叫ぶ、完全なる人読み、完全なる状況読み。いや先方ヤマトラマコト、さあ太平さん非常に苦い顔してますね。ああ僕がはめますよとコロちゃんが行きました。さあ太平王はこれで大将確定ですね。闘撃2004の頃かな、確かあのタマっていうオロが、はい、オロマコトは、まあ、五分ですよと、まあ、あれから15年ぐらい、15年過ぎか13年ぐらい経ってるわけですが、それから情勢はどう変わったのか。さあ中足バリア、おっと取って、さあ反撃難しいんですオロ、中段ガードナイスガードですね、しのいで橋へ。さあ小気味よく動いてるのはヤマトラマコト、しかし付き合わないでゲージを貯めるのがコロ。さあゲージだけじゃない体力もしのいで一本、さあ2本目がある EX 日輪、さあ動けよと日輪打ちまくりシューティングゲーム、これは最後のせめぎ合い。さあ税金として夜行一発、1本目はコロ勝利への税金です、てか使わないと普通に死にますからね。さあ今度はヤマトラペース、寄っては下がる寄っては下がる、中盤を食らわない前へと。さあここで使う正中で、さあもうすぐ死んじゃうよ、ゲージはないけど怖いよと、動けないよと。さあここはもう、おっとまあ弾が2個は中盤さえ当たれば殺せますからね。ファイナルラウンドへ、
カラジャンプ投げからの野球、逃げる、当てた、そして球、ループするか、ループした、溜まってる、ピヨッター、終わらせた、太平さん大喜び。さあ、そうですね、やっぱここはオロ同キャラはやりたくないですね。さあ、出てくるのは忍ぶユリアンですね。と忍ぶユリアン、この組み合わせも相当面白い。まあ、ハメ押し隊のコンボキャラっていう、まあ、コンセプトはありつつも、ちょっと有利な間合いが全然違いますからね。おっと、リバサタックル、リバサじゃないけど、オイシュタックル。さあ、エイジス、さあ、鏡はないが、投げてスパルタンボム、逃げるが、さあ、あるのか、なかった、しかし石は溜まってる。忍ぶユリアンは一本選手。さあ、勝利への税金としてゲージと引き換えに1ラウンド落としたコロですが、いけるのか、ここから。さあ、エンペラータイム、ここでやりたい。赤く立って無駄だよと、中段もしのぐ、おっと、さあ、ここであとは痛いのさえ食らわなきゃ OK。 ゲージも半分、申し分なし、2本目はコロ。しかし、ゲージが2個あるユリアンは最強キャラっていう噂もあります。ゲージ溜め連携ですね。下がって、当てて、あと EX サクロに休めが使って、しかし鏡しのぐ、しのいだ、石、エンペラータイム、しのぐしのぶ、刻んで刻んで、おいしいところで、これは死ぬか、まだ生きてる、生きてるけれど、そうです、おくらせい、オニヤンマ、これは厳しい、避けたかった、避けたかった、オロ同キャラ。大将フグオロ、あ、オロオロ動画。このゲームの同キャラ、基本的に不毛なものが多いってプレイヤー諸君言うんですが、オロオロも、まあ、プレイヤーから聞く限りは大概だと。中盤を当てないように追っ払い合うゲームだよって昔とあるオロ使いから聞きましたが、さあ、緑のフグ対金色のコロ、おっと、出てしまったのか。さあ、大将として中盤2発目当ててしまう、まあ確認できないでしょうね。さあ、これは当たりは追い打ちはミスできないが、投げて、さあ、フグペース、大足フグペース、終始フグペース、ヤンマが出てるが、お構いなし、緑のオロが緑の体力、しかしゲージを貯めたから、まあ負けてもまあいいでしょうって割り切りがあるのかもしれません。さあ、今度はコロのタイム、おっと、さあ、しのぐ、しのがせない、ダメだよと、しっかり拾って、しっかり拾って、体力半分、ダイヤシー、おっと、ダメだよと。さあ、乱石、一番減るルートで、おっと、ヤンマ打った、打ち切った、しのいだ。さあ、体力は若干コロだが、差というほどではございません。さあ、踏んで、今の中盤で当てて追い打ちもしっかりやったのはでかい。さあ、攻めなきゃいけないのはコロスケのはずなのに。さあ、大将踏ん張るヘゲ、そして大将戦、我らが王タイヘバリ VS ヘゲ。
Welcome to the world of street fighting music. Prepare for battle. Well, I got the picture.これ昔あのピエールってそうなんつうかな、そうだダーティーっていうオロ使いがピエールぐらいやり込んでない限りは野行にして EX ニチに打ってるだけで打ってるのが一番楽だっていう話を聞いたことがございますが、まあこれも10年ぐらい前の話なんでね、今はどうなのか分かりません。さあ大将戦、おっと大パン痛いですね。さあおっとしのぐのは大変、おっと中断とし、さあお互い弾は出た、おっとこれは投げてフグ落ち着いて刺すフグ、さあ無責任タックルから無責任エジス下がって、さあ無責任タックル、これはチャンスか、さあ体力のリードを取って王の帰還、おっと死ぬとラッキー、さあかかと、ここのかかとが大平真骨頂、マッチポイント大平、これは当たるのか、当たった鏡、なんでいかねえんだ、チームメイトに怒られてます。そうです、太平の2択はガードされる、いろいろ深い読み合いがあったんだけど後ろ下がりっぱで全て返してる太平、そうです太平のかかとは神のかかと、中断、さあ無人タックルしのぐ、おこれはすごいヤンマからの、さあここで、さあ大足、ここはそうです、この中段見えない、すいませんちょっと見入って言葉を忘れちゃいました。さあダブルマッチポイント、最強戦盛り上がった時に EX にチキン中段投げだが安い投げ、そしてハメ、さあこれはループするやつ、失敗したやつ、コパン出てるけれども落とせなかった、さあ端に行きたくないはずなのにあえての端、 EX に当たらない、前取り完璧ですね大平さん、おっと無責任、無責任の責任、さあタックル、そうですここの無責任が大変真骨頂、これは逃げられないやつ、逃げたやつ、逃げられなかったやつ、おっとこれは面白い、出ない、さあこれが本当に大変真骨頂、さあちゃんと相手側大将を煽ってカメラにピースしてうざさ真骨頂、チームメイトは誰も喜んでない、周りも誰も喜んでない、しかし勝利は勝利、王の帰還おめでとうございます。ありがとうございます。マニアックスはポイントランキングですからね、勝ってポイント稼がないと意味がありません。というわけで、次いきます。はい、ザミッペラオキューバーサスアブチャコアラキチーム集まってください。いやはい、お褒めをいただき光栄でございますありがとうございます。5個を指してた、はいどうも、はいじゃんけんしてお願いします。いやーよかった、ここの戦士いやマジよかった、ほんとによかった次絶望だけど頑張りますはい、はい、先方は決まったかな、はい、ザビッペナオキューバーサスアブッチャコ、荒木チーム、先方誰だろうね、誰もいってない、あじゃあ今から、あまあみんな決めてるね、
Welcome to the World of Keith Bradley. はい、これが荒木ザビと、さあ予選で大活躍、今日多分一番乗ってるんじゃねえかと思いますこの荒木誠。対して今日は俺が全部先鋒だ、全員ぶっかけてやると、なぜかよくわからない高まり方を 見せていたザビですが、何をぶっかけるんでしょうね、残空かな。さあ先鋒ザビ VS 荒木と、ああこれは仕込んでた、ちゃんと弱達入ってダメージ痛い、投げる、さあかつてねマニアックスであのデコイさんも倒してますからね、荒木くん勢いに乗れればというところですが、ザビが落ち着いている。ふっかけ選手がやばすぎて本人が言ってたんだ。あーこれは痛い、空中脱落からのが一番しんどいですね。そしてご褒美は2マックス、シュワシャード裏回り、クールなんですけどホットなんですよねこの男。大番中足めっぱし込んである、これは厳しい。さあ宣言通りに残空を浴びせて浴びせて、寄れない剣で潰して、これは分かんないぞ。あーダッシュだが先に投げたのはこザビエ。さあ残空をぶっかけまくって、まずはザビ先生聖書を配る、なるほど。うどんのことかな、うどんのことかな、きっと、うん、そうだと思うよ。さあ中堅はアブイブキ、これ予選さあお互い静かな立ち上がり、まだ体力は半分以上残っている。そして息吹はこれ闇しぐれですね、だやし。さあ豪気に対して闇は阿部さん結構見せます、この試合この組み合わせでかなり有効に機能しているのはマニアックスでもちょこちょこ見ております。さあそのあたりが見れるかどうか。先手はアブイビキ、ダッシュから壊し3つの滅殺ゴワード、ダメージはそこまででもないですが、さあ PA で脱出、いやーダッシュには中足、これ竜巻仕込み今日冴えてますね。着地投げ、さあ勝利打ってきた、スライディング、ここは中足アウト。さあメッパはちょっと残したい形だったですね、これは前捨て竜巻、前中継が刺さる前に竜巻が発生しましたね。さあファイナルラウンドはスイジャン大パンで追い返す、弱地 TC ライダーでフォロー、投げて、さあ押し込んでいるのはアブガワガナガ、紋章をブロって中足メッパー、ここはまあヘスラが紋章、さあこれは今闇のチャンスではありましたが、ビヨってる。さあ接戦制して取り返す、そして直球さんが先ですかね、中堅対決。さあ、いぶき級、かすみすざくと腹部ですか。さあ、いぶきに腹部、まあ、半分以上のダメージがもう当たれば入ります、それだけで試合が決まるです、ただ当てるのは非常に厳しいか。
ブロッテ、さあジャン、さあ TC ライダージャンプ台形で飛び込んでいく、台足、いやー固めがきつい、そして無理せず下がる、その位置からの対空も冴えまくっているが、井戸投げで切り返す、ダイパン、しゃがみダイパン、これは霞が傘当たり、おお届くか、当たんない、ちょっと高かった、いやー大パン、あれ何だったっけ、なんか追加入力で確か出るんだよね、2発目。さあ開幕が大池旧ね、その背は高いんですけど、あれなんですよ、横幅が非常に細いので、ああいうの当たらない時も結構見えますね。さあこの画面端キープがきつい、さあジャンプだけ通ったものの腹部がないので痛いダメージにはならない、この霞は着地にも刺さってる、ダイパン TC だよね、ダイパン2回押したら出るんだっけ、あれ結構ね、あれ打ち切られると面倒くさかったりするんですよ、あんまり見ないです。さあ大将一平ジュニー、今日のプレーオフを勝ち上がってきました、プレーオフでは1位通過ですね確か。さあとがめていきたい一平純理ですが、2回押します、そうよね確かに。さあ一平純理はビッグワンに伊吹がいるのかなっていうところもありますが、もうでもこのレベルだとね、伊吹対戦がどうのこうのっていうところのは通り過ぎてなきゃいけないところではあるんですが、まあ、この人のディフェンスをどう崩すかっていうところが一つありますね、やっぱりいわゆる比嘉側ディフェンシブな伊吹の代表格とよく言われるのが多いと思うんですけど、また違った伊吹なんですが、中足砲翼の前にはなすべなし。2発目キャンセル負荷になったのが痛い、なるほど。ケンキック中足、三角飛びでうまく逃げる、うわーここは区内も関係ない、くぐって裏から中和跳躍、お互い投げしけガップゲキック、さあ息吹厳しいがここからいけるのか、いざわしわし中足、最後まで鉄壁のこのムーブ、さあしかしこれまあ純利ユリアンという形になりましたが、お互いのなんか最終イメージになってそうな気もしますね。さあ行きましょう、お願いします、大将戦です。さあユリアン純利、さあチャコユリアン VS 一平チュンリーどうなるか、息吹はじっくりいかんと厳しい、もうそう焦るとなかなかね思い通りにいかないですね、実際息吹攻撃力は高いと思うので、あの TC 絡みとかで気づいたらスタンチバカメンちゃん溜まってるんで、そういうところにケアできずに暴れちゃうと息吹のペースですねやっぱり。さあユリアンチュンリー、よし大パン、大足はギリギリ届かない、フルタイプで台形振って、さあ画面端でエイジスタイム、これは裏回りを選択、肘を2回、そうですね、ああいう形でガードフロー行くとチュンリー相手には肘2回、その後ガードフローに行かないゲージ量だったので、あれが美味しくゲージをとダメージを伸ばせる状況になります。タックレリス、ここは甘えない、下段は通らずだが
投げよ2回、これはチャコペース。さあちょっと受けに回った一平チュンリーですが、受けすぎるとユリハン傘にかかって襲いかかってきます。大スピは さあじりじりとした地位挑戦。さあ台形コパンヘッド裏回りには、いやーこれがありますね、ガード不能に行きたいところなんですが、ブロッキングだとああいう風に抜けられちゃうケースがあります。あゆちユリアン1枚作って、これは押し込みたいユリアンのタックルに対しての追い打ち、チェンリー使いは非常によくやってきますね。これは大ケアハイとダイパー打ち、さあタックルから押し込んでタックが通る、タックルスフィアタックル、最後押し込んで決めたかったのはアムチャコ荒木チーム。じゃあ右下行きます、右下行きます。はい、島の一世ケイ君 VS ピノ AB7 ユリゲームチーム。あ、ユリ決勝行ってるわこれキャラ差です。あ、トミニーが来た、これはい、どうしたのトミニー、これ SA 強すぎじゃね、え SA 強すぎなんですけど、ユリアンの、はいまあ強いのは強いよ、エイジスリフレクターって、うん、あれ強すぎだと思うんですけど、まあそうね、強いのは強いね、キャラ差ですねこれは別にさ、今誠が負けたわけでもねえのにさ、はい、それ言いに来たの、はい、どうしてもわざわざどうしても大事なことなんでみんなに周知徹底させたいと思って負けた時とかに言うならまだわかるけど、いやもう見てて、ピンポイントでユリアンディスリーに来るのは、うん、ちょっとやべえよそれはちょっと見てたんですけど、どうしても言いたかった、あそういうこと、ちょっと強いと、はい、ちょっとごめん、あの先方見てくるわ、あれ、あ、おう、なんかでもこれで先方を聞いてくるっていうね、ね、禁止だよなこれな、エイジスとトサを取り替えよう、いやでもねそれしたらね誠が最強になるから叩かれるからダメだ、トサナミで頑張るしかない、トサナミなんて可愛いもんだよね、トサナミなんて、僕はノーコメントにしておきます、サンダッパのピョロされてるのでノーコメントにしておきますマジでさあ失礼、画面は下野さんとゆりくんですね、じゃあちょっとトミニーと一緒に、まあいいや、はい、キー次、ここの2人戦うことになりますが、すげえ応援が、ピノさんの応援が半端じゃない、ピノさんはね、応援やっぱりすごいんですよ、うん、あれやっぱりね、チームの力になりますよ、多分声マイクに入ってるだろう、あ、声届いた、みんな聞こえてる、多分通ってると思うよ、聞こえてる、なんか見てる人に声が、あの、ね、抜きさんとかピノさんの声はマイク抜けていきます。ピノさん、さあ、ユリガ先生ヘッドの疲れにきっちり血わし、からのメッパー、トミニはいつまでもこの話をしていきますよあ、75% よし、上がってきた、あんまり今日出せるシチュエーションがないよ、そうなんだよね、まだねみんなしっかり対策してると、はい、あー差し返した、わこれはさあ歴戦の猛者である下野ユリアンに、はい、ビギナーズ卒のユリ君がかなりペースを握ってるこの形、いやーこれは引っかかって今足のミスかな、まだ残ってる、ナイスガード、すげえ、わかんないこれはありますよここから、あタイミングずらしの EX2 ですね、トントン、しかしゲージ吐き切ったのでこれは今合気ペース最初はいけますね、ですね、2マックスでここからさ、あーっとなんか竜巻が、あ、空人か、あー当たんない、さっき気づいたらユリアンが1本作って画面端、死なないが、あーかなり効率的なゲージの使い方しましたね、最強キャラですねこれ、お見事、さあそしてめちゃめちゃ応援してた今度ピノさんが座りましたね、そうですね、あのユリとケイムさんは物静かな方なので、はい、そうですね、まあ、まあむしろピノさんはこの中で一番うるさいまでありますね応援はあのチームメイトのやつだったらうるさいとは言わないであげて、あそうか一応ね
さあユリオロ今日非常にあユリネクロ非常に今日多く見ます。うわあしっかり乗ってる。さあ亀足さあ割れまくるね。さあお互い1枚作って手出してる。これはヒットバックの関係でちょっとあそうなんだ当たりにくかった感じ。あでこれ横幅広いからね手前までちょっとめんどくさい。そうだったんだ知らなかった。あじゃあまあガラフのとこがあったりするんですけど、うん、ああいうなんだろうお願いタックルじゃないけどそういうとこからの手前張りの調整はすげえ難しいので。ああなるほどさすが太平さん。投げてからのセットプレーとかならまだいいんですけどタックルは潰す今みたいなところから。そう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 、これは削りいったナイスバックステー最強。ああいう使い方もあるんですね。その逃げれないように重ねてそうですね最後の一手ですね。ああ手出してしまっていた。あそこはあ動いていて。さあ今度はネクロのターン後ろ投げでスタンチ溜まりすぎ。ああ届かさあドリル。さあ画面足地獄ユリアンは抜けにくいがあーちゃーマジか手足していた肘で潰して。これはステージスではなくチョップでマジ。さあもう一枚これは悪いやつだ悪いやつ悪いやつこれは悪いやつだろうこれいやこれはサスヘイだぜこれはさすがに。ちょっと珍しかったですね。ドリルを肘で潰してるっていうのは非常にレアなシチュエーションでしたね。悪いやつでしたね。こんなことがあっていいのだろうかさあユンヤンおっとケン。あ失礼失礼これはごめんなさい KM さんだ。さあ大将 KM さんですね。もう一気に KM さんまで行っちゃいましたね。先方下野さんですよね確かに。先方ですよねまだ下野さんは。そう先方です。下野さん先方なので3立てなるか。これも下野さんが次エイジスで勝ったら太平さん謝罪してくださいって書いてある太平謝罪 KM さんにはじゃあ謝罪しようかKM さんに。いやそれはねフラットホリーに謝罪しないとダメでしょ。だってKM さんに謝罪していくスタイル。あーこれはさあまあ次のガフが入ってもまだ知らないが失敗した。ちょっとヘッドがそうだねあれヘッドだ、ね、負けちゃいましたね。さあ体力は同じぐらい。おー着地見てる陣雷でしっかり追い打ち。おあれ結構減るんですよ2発目もね。トーントーンうまいしっかりでしたね。昇竜からダブルではなく陣雷で確実にフィニッシュですね。ちょうどぴったり。さあ今度はユリアンのターン、うん、逃がしたくないが浅めの手前張り小足で暴れられるがここはうまく逃げた。おー逃げたうまいっすね。ほぼノーダメっすね。あうまいスフィア当たると大惨事でしたがそこもケアしてる。あこれは痛いマジ。おーおーそこのヘッドも見る。うわそして最後はリスク管理ダッシュは通さない。あー徹底してますね。いい距離をキープしてましたねずっとしてましたね。うまい多分ミスっちゃったのがタッチ中継ぶられた時ぐらいでしたね。はいこれはお見事。距離は最高でしたね。体力あの体力状況であの距離をキープされるのは本当にきついです。きついですね。もうユリアが発狂するやつです。いやーやることねーっつってしっかりしてました。さあしかしこのチームはやることあるんです。来たのは一斉ユン、はい、一斉さんがいた。一斉さんがまだ残ってるじゃん。さあ KM さんが一斉 K 君と両方下さなきゃいけないのは辛い。そうだ K 君もいるんだねまだ残ってますよ。これは時報時報。さあ投げ暴れが早い。旋風スタート21直進中盤をした。あーちょっと不運な当たり方が。あーこの鉄山あゆちおーリバッサじゃなかったのかな。あーそういうことなんかあれ勝つよね結構ね。あーなんか当たるの見るよね。うんなるほどな。ちょっとリバッサ難しいのかやっぱりな。ちょっとつらい負け方。あーこれは距離が遠かった。やっぱ苦い。さあゲン1回目下段通してさあしっかりコンボゲージ回収4割ほど。うわ嫌だあそこ逃げれねえ。
いやー、盤石。いや、あるぞこれ。あー、売られちゃった。あるよ。さあ、デイジンやり過ごした後、あるのか。あい打ち。こっからあるのか。一文字ワンチャン。陣内入れば、これバックジャンプ。ブロってる。おお、投げるフォロー。あー、漏れたー。触っちゃったか。漏れてしまったー。あー、勝ったのは一斉圭君、島のチームでした。というわけで、うちとトミニンとこです。行ってきます。太平さん、手加減してください。嫌です。太平さんが本気出したら無理じゃないですか。太平さんが本気出したら、ま、マジ無理じゃないですか。いや、胸を借りに行きます。手加減してくださいよ。もうきついな。勝ちたいっすよ、勝ちたいっすよ。コロスケぶつけるわ。え、トミニーね、コロスケぶつけるわ。コロいるんだ。そう、うわじゃあ行ってきます。白井、はい、では今楽しい、はい、トークをしてくださった2人が試合で行ってしまわれたので、マイクは再び先ほど負けましたピノエビセブンです。よろしくお願いいたします。はあ、太平謝罪、ピノさん頑張れ。 ありがとう。勝ったチームは次の試合の話をしていて、これからやるチームは、はい、どう、誰から行こうかみたいな話を、先ほど、なんだっけな、クリームヒルトさんから、これ、女の最終皇帝の名前ですよとツッコミをいただいたので、はい、なんだっけ、男の最終皇帝がオライオンだっけ。オライオンフリーファイターの名前みたいな気もしたけど、まあいいや。はい、ですね、僕コスプレイヤーなんですけども、ロマサガ2の合わせをしたときに僕レオン皇帝だったんで、他の人たちみんな俺の配下っていうすごい気持ちのいい写真をクリームヒルトさんに見せたら、これがクリームヒルトですよと。はい、まあフリートークはこの辺にしといて、そろそろ順番も決まるのかな。さあ、全員ラスボスチーム、あ、聖戦士でしたっけ。あ、誰がオーラバトラー、みんなオーラバトラー。聖戦士レベルいくつ。 8、 やばいんじゃない。それオーラ力高いね。ヤックンタマコンハイパーオーラ切り、それでもそのハイパーオーラ切り8割ぐらいし、な、7割ぐらいだっけ。まあいいや。あ、クリームヒルドもアマゾネスなんだ。へー、さあ、オーラ力が試される。さあ、最初の聖戦士ヤックン、聖戦士ヤックンかっこいいな。バーサスタマコン、太平さんはオーラ力が暴走している。ハイパー化すんのかよ。さあ、捕まえてヤックンタイム。オーラ力が収まらない。そしてハイパー化。さあ、ハイパーヤックンが止まらない。ちょっとあの人今 200m ぐらいありますね。ハイパーヤックン緑色、オーラ力が収まらない。ここバイストンウェルですね、きっと。海と陸の狭間の世界ですよ。先方ヤックンってすごいチームだ。おっと、オーラ力に抗う聖戦士や。タマコン、タマコンターンあるぞ。さあ、緑には緑でお返しできるか。おっと、緑にはならないが圧倒的有利。逆か、ここでからのヤックンいけるっていう。投げて、ゲージは溜めさせない。タマコン取り返す。え、ズワウスから。あ、俺ズワウスだかズワウスだか分かんないですね。さあ、海洋圏2倍ですか。 いえ、ハイパーカです。ハイパーヤックンです。今多分 200m ぐらいあります。みんな小さく見えるから多分強いです。ジェリルクチビ、トットギネスに次ぐヤックンです。さあ、スカシゲダンからのハイパーヤックン、中盤、そして下がる、冷たさ、冷たさ。
さあ下がる下がる聖戦士ヤックン、そしてハイパーカーさあ魂の安寧が壊される。浄化されてしまう。あーこのチームシーララパーナが必要ですね。そういうことはあれですか、松田さんがドレイクルフトでしょうか。まあ勝手にねダンバインで早くするのもあれですけど。さあ中堅コロ、ジョーカーをさあもうね見てる人たちみんなダンバイン大好き、俺も大好き、みんなで見ましょう聖戦士ダンバイン。ナレーションは若本のりお。さあ聖戦士に抗うコロ、なんかみんな聖戦士レベル8らしいですからね。さあこれは逃げる、逃げて透かし上げうまいぞ。そしてハイパーをしのぐ、投げるコロスケのターン、刻んで刻んで、さあこっちもオプション付きで、でででででてけで、さあ一歩目はコロ、さあオロは一本取ったとしてもゲージの溜め方が、富永さんコロさん苦手なのか、なるほど、まあ確かにオロマコとめんどくさいですからね。とゲージ発動したが思った通りのダメージは取れていない。さあしの刻んで刻んで当てた、ダイヤシ、さあ冷たいヤックンが冷たい、取り返すヤックン、あーこれは痛いのは入ってハイパーヤックン、落としてもなんのその、投げて、投げさせない、チャンスはあるのか、掴めない、これは痛恨なり、生きた、リバサ、リバサじゃないけど中断。さあこのここからでもあるのか、ヤックンが遠い、画面半分が1キロある。さあヤックン2人抜き、大将は我らが王太平馬に、もう悟りに近い顔をしています。さっきまでヘラヘラした太平さんの顔はどこにもございません。王の帰還、今の心中が一矢報いたいなのか、こっから三立てやってやるぜなのか分かりませんが、王の三立て応援してる人はいっぱいいるぞ太平。さあ時間稼ぎのはい、これはコンセントレーションタイムですね。オーラ力が上昇していく。ただヤックンはもうなんか太平さんのことすごいなんか適性の塊って言ってたんで、多分ヤックン太平さんの適性知り尽くしてんじゃねえかな。中断も完全にしのいでしのいで、さあ冷たいぞヤックン、冷たいぞ、1ラウンドジョーカー、ファイターズレディ。さあマッチポイントヤックン、聖戦士軍団無責任タックルから無責任エジス、コンボにはならない。
これは左のチーム3人ともたい平さん得意そうなんだよな。コンボは落としてもコンボは見せても何のその捕まえてあるのか。エイジス出ない。これはさあたい平さんの前張りはダメージ取れない。見えるだろうバイストンウェル。ジョーカー、いやバイストンウェルの戦いを地上にまで持ち込んでるやつは俺が許さん。あんたらやで違う、あんたらやで違う、シーララパーナジョーカーを違う。はい、はい、はい、あ、すいません。はい、バイストンウェルは遠かったです。はい、はい、次、はい、アブチャコ荒木バーサス下野一世警君チーム。地上送りはできません。まあまあもうしょうがないです。はい、残りチーム集まってください。ちょっと7時回りそうなぐらいかな。いつもよりはちょっと押してますが、もう少々お付き合いください。コロスケとタマコンはありがとうございました今日は。はあ、おー生きてねえぞー。アブチャコ、下野一世警君チーム集まっといてください。誰もいないの。あれ、あ、荒くん、あ、そっちそっちそっち、あそことじゃんけん誰か。じゃあトミニーたちはこの辺いといてね。じゃんけんぽい。はい、じゃあ先方気に行きます。先方申告お願いします。さあ、阿部さん再び優勝に近くなってきた。え、もう決まってるの。ちょ待って。そうだよ、バイストンウェルのね、戦いを地上にまで持ち込んじゃいけないって言ってるだろうつって。そしたら太平さんに言われたよ。他人に説教するほど年を取ったのかよつって。太平化してましたね、太平化。あ、本当まだあるよ、まだもう一丁ある。そこは勝率の話になってきて。そう、ハイパー化するやつは大体は悪のオーラに飲み込まれてでかくなっちゃうから、太平化は一番最悪ですね。いや、年は取ってない、年は取ってないから、年取ってねえだろ。太平力が暴走している。なんという恐ろしい太平力だ。これやべえな、じわじわくる。はい、先方が荒木くんと下野さんですね。あー、開幕また下野さん連チャンする。さあどうなるか。さあ今日荒木くんね、ケイちゃんと F さん倒して3立てするっていう大爆発を見せたので、そこをね、はい、どこだろう。え、うっそ。あー、なるほどね。はい、あ、でもまあ行っちゃった。はい、はい、失礼。あの、髪の話はやめてください。髪の話はやめてやめてください。あー、ガラスタ遠い。さあ、先ほどからスイジャン混ぜてタックルをきれいにかわしている。みんな知ってますね、セリフをちゃんと紙に変えるというね。ために笑いすぎです。これはあの、ごめん、ちょっと知ってる人じゃないとちょっと面白くないかもしれない。あ、ね、ダンバインは俺もわかりますけど、笑いすぎです。, 笑いすぎです。まだ抜ける紙が残っていた。やめたれ、やめて。あー、これは引っかかんじゃない。おお、マジ。それはやりすぎ。ああ、ゼロドット。あー、裏から投げる。マジか。泥試合制する。やべえな今の。そしてゲージ状況も最強。あ、これ理想的な感じですね。さあ、これを盾にどういう読み合いするか。これは本当に持ってますね、これは。さあ、でもこれはここで謎の中足と小足と、これはでもしょうがないです。あんまりね、下手に近づいてね、投げられてもダメなんで。そうね、ある程度は距離を取って隙を伺う。
ちょっと待ちすぎて揺れにゲージが溜まっちゃった感じかな。さあここはしのいでいきたい。島野さんはこれでもう一枚貼りますね。当然あーここはクイック取ってないのでガルフロに行きましたね。さあこっからですね。さあ誠今ならいけるが、あー唐草ケアのリープでしたと。ちょっと一つ通してもまだ正中圏内じゃないんで難しいところでしたね。そうね。まあでもまあ早めに負けたって感じですかね。さあこの状況は2ラウンド目と同じようなもんだが、あーもう溜まってる。これ一応溜まんないうちになんとかねうまいこと黙らせたかったな。ガードが間に合っている。お、ナイスガード。しっかり立ってますね。島野さんもなんかローリスクな感じで、そうですね、無理にいかない感じですね。あくまで溜まってから行くって感じですよね。はい、徹底してます。お、ウェイジス、お、ガードしてる。かかと入ってしゃがみタイパー中足。さあ触りに行くところをことごとく拒否られて、これはちょっと苦しい。投げはグラップしたがかなり歩く、困ってますね。やることがなくなった。さすがの徹底っぷりでした下野さん。さあちょっとね、ユリアン同キャラにするか、いぶき、いぶきぶつけるか。これいぶきをぶつけてきますね。近寄らせませんでしたね。と言ってる間にめっちゃなんか落ちてる。と言ってる間に髪がめっちゃ落ちとる。髪が落ちるとかやめてください。ライター、SHO さんがライター探してます。誰かタバコ吸う人はライターを貸してあげてください。あ、あったよライター。さあ、アブイブキ。個人的には、はい、イブキの中ではユリアン使いから見ると多分1、2を争うぐらいやりづらいですね。マジで？はい、ああしかしホームラン。ああこれは惜しかった。ならず。ヘッドでフォロー。これでゲージ溜まる。かかとだったがかわしきれず。いやー強いな、やっぱりユリアン厳しい。こうなるとタックル、おー減る。ライダーライダー減りますね。タックルも通さない。あのスイジャン、マジですげえな。今スイジャンでタックルを待ちつつ相手の様子を見て、はい、スカリを見たらちゃんとああいう風にあのいいダメージ叩き込むっていうね。しっかり最大のね。さあここはタックル通る。ここからどうする。あ、バックスにねじ込んでったがゲージもう一枚欲しい。これは当たりますね。しゃがみぐらいダッシュリップ。マジちょっと後ろ投げになってしまった。あー勇気の肘は入らず。これは厳しい。だけどあるのか。繋ぎ切って残る。あーマジ冷静。マジっすか。いや死ぬかと思ったら死にませんでした ね。コパン大タックルで。ほんで走ってきた、もしくはジャンプした下野さんにその上り台でかな、ウェイレッパ。いやまあユリアンは、はい、あーっつってもう走りたいところです。あれはすげえ気持ちはわかります。もうゲージないですからね、こっち。あ、やっぱ走ったっぽいっすか、今。多分走ったんじゃねえかなっていう気がする。早出ししてればヘッドとかも潰すんじゃねえかな。ヘッド勝つよね、多分ね、通常技と。あ、でもあれか、早…不利か。うん、あの後どうなんだろう。タックル当てた後はさすがに不利だから、うん、ちょっと難しいかもしれない。さあ、そういった読み合いを勝利して出てくるのはこのユンと一斉さん。さあ、イブキユン、マジこのまま勢いに乗って。これでも大将っすよね、一星さんが。下野さんと、いや、ケイ君残ってる。あ、ケイ君がいる。だから中堅対決ですね。中堅か、うん、この後ケイ君が残ってんだ。おお、膝ライダー。これは圧倒的ペース。さあ、わかんない。これははい、任そう。なんだ今の当たり方すげえ。それでちゃんと拾う。アドリブはやり込み感じますね、これ。それで4割ぐらいなくなってますね。しっかりしてる。で、前落ちから投げる。さあ、しかしちょっとずつ追いついたが、2回目の発動。あー、繋がってますね。マジかー。ヘール決勝で回収しつつフィニッシュ。まだまだ分かりませんね、この状況。分かんないです、イブキがそれなりにゲージ持ってますね。
投げて、タイミングずらしの、おー、ここ浮いていた、浮いてるね。武器はこういうの多いですからね、本当に浮き系の技が、コンボがブロからの入りにくいケースが よく見られます。いざ、うわ、これは様子見、暴れてく、マジですか、すげえ、あその後は入んない、ジャンプ TC、 これはまさか削りきった、マジか。さあ大将 K 君、これ今日初じゃねえかな、いぶき。さあそして通りすがりのクリームヒルトから、クリームヒルトからのK 君はちょっといぶき苦手なんだよなと、なるほど、情報が入りましたね、入りましたが、どうなるか、まさか、ちょっと教えてあげたさあ中堅大将戦、まさかここで追い込まれた、多分今日 K 君初じゃねえかな、あ、 K 君初プレイな可能性が、今日は全然予選とそれから途中経過まで一切出番なし、なかったと思う、おそらく。おー、 あった、さあちょっと全部出ない、予選の時にあったと、ローイエクス処理落ち入ったが膝まで、マージ EX 一発だけ当たる、さあ分からない、ジャンプコパン上はことごとく潰しますね、これ。おー、うまい、ガードが間に合ってる、打ち切って、おお、勇気、あの距離離されても打つのはすごいね、だいぶ昇竜ケアで距離を挟んでたからね今。いやー、これはでかいぞ、今の1ラウンドは。投げて、さあペース握りたい K 君だが、さあ前中堅に対してロイ X、 画面端に追い込まれた伊吹だが、機動力も豊富なので無理には寄れない、ジャンプ、さあ綺麗にジャンプからのいいコンボ入って当たる、いや大敬礼、追い打ち、膝、やべえ、ゲージが溜まる、溜まったね、あー、そっちで使うんだ、あーったー、大番に対して中足届かねえのか、決勝進出は、あ、本当に、アブチャコ、荒木チーム、これトミニー、いつのような記憶が蘇りませんか、はい、リベンジですからリベンジですか、はい、じゃあ頑張っていただきましょう、富永やっくんクリームヒルトチーム、決勝、お願いします、オーラロード開かれた、開かれた、はい、じゃあ連戦でそのまま行きます、じゃんけんです、荒木くん準決勝ってか決勝進出熱いね、はい、じゃあじゃんけん、じゃんけん、誰かじゃんけん、はい、まもなく決勝ですね、あっせんいいチーム引きましたね、荒木くん、マジですごいね、それすごいよ、まあ、で胸を借りるには超いいチームですね、2連覇なるか、
ちょっと久々ですね、ニュートンでマイクを握るのは。長いっすね、長考。久々ですね、ちょっとかなり忙しくてですね、なかなかお店に来れなかったんですよね。さあ、荒木富永ということで申告いただきました。さあ、じゃあサードマニアックス第4戦ですね、決勝戦盛り上がっていきましょう。じゃあスタートボタンお願いします。さあ、誠同キャラからスタート。いや、何かちょっとね、荒木一矢報いてもらいたい。さあ、先鋒戦スタート。 1P が荒木、 2P が富永。さあ、開幕投げていったのは富永。チェスト、さあ画面中央、チェストから草ダイパン EX。 さあ、スタンチも溜まってきたぞ。さあ、牽制技応酬、おーっと、おろしを唐草に掴んでいく。珍しいですね。あ、松田さん大丈夫ですよ。さあ、ラウンド2。そうですね、多分ミスですね。さあ、この位置はあ、ゲージがないんで。さあ、スタンしたところにコンボ決めて、さあ、圧勝です。さあ、ちょっと荒木先鋒戦いいとこなかったですが、まあ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 。さあ、中堅、チャコですね。そうですね、1ラウンド目はかなり惜しかったんですけどね、2ラウンド目は完全にペースをつかまれていってしまったという荒木対富永でしたが。さあ、先方中堅戦、チャコユリアン。さあ、大ピー連打、大系。さあ、しゃがみ台ヘッド。さあ、これはうまく裏に回って、スフィアエイジス、テリブル上り風呂。さあ、もう一枚張っていく。さあ、ディレイがけのスフィアでブロッキングのタイミングをずらして、1ラウンド目チャコ、ラウンド2。さあ、垂直ジャンプ攻撃、非常に丁寧に使っていくが、 EX 下ろし。さあ、下段から草ダイパンチェスト。さあ、下ブロックから投げていく。大慶ファイナルラウンド、 EX。 さあ、チャコ防戦一本になってかなり厳しくなったが、タックルエイジス、EX。 さあ、生から草からのチェストで、さあ、ナイスガード。さあ、富永無理しない。
さあチャコもスタンゲージを回復していく。さあ中央タックル、さあ投げが通ってスフィアエイジス、タックルエイジス、さあワンチャンあるぞ、下風呂歩き投げデリブル、今のはヘッド読みですか？ちょっとわかんないですけど、さあこれで中堅対決、ケンゾさあ開幕トロ、さあ2位で逃げてウエスフィア、カラジャン投げからの大足払い、トロ3つから投げて中足 EX トロさんヘッド、これは確定している。さあ大パン相打ち EX トロさん途中からのヒット確認。さあ健三先生全部読めていた。トロさんから旋風脚立ち小径 EX トロ、中継中継ハイジャンプスタンしたところに TC 選球、天心選球隊、さあワンチャン作りたいが、さあ健三勝利、大将がアブイブキ。さあ中堅大将戦行ってみましょう。ライダー、さあ画面中央に戻したいが EX トロ投げて生 EX トロライダーリープ区内中足 EX トロさん、さあ削り切る。さあ両者ガン攻め状態、トロ打ち切ってカスミサーク、さあ中段はしっかり見てからブロッキング、 EX 区内トロ前方転身 EX、 コワコワ中足 EX、 さあ健三が2人抜き、おめでとうございます。優勝が、富永やっくん健三チームですね。強すぎました2連覇。さあ2連覇ですね、貫禄の2連覇。はい、というわけで連覇の、お三方です。富西最後にしようかな。はい、じゃあヤックからどうぞ。
ありがとう。あ、はい、はい、入ってる。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。まあさっきからご覧になってる方、富永さんのダブル吹き上げ、はい、注目していただけたと思うんですけど、あのカメラこっちね、カメラこっちね、注目していただけたかと思うんですけど、はい、やっぱり僕と組むと ミスりやすいのかな。もうちょっとなんか普段から考えられないミスり方してるので、正直ね、はい、この試合見てるこっちは分かりますけど、うん、不安になります。やっぱりなんか安心しちゃうんですかね、はい、ヤクと組むと。そう、いつも誘ってくれるんですよ、富永さんって。俺のチームなんですけど、はい、断ってる理由があれです。はい、以上です。はい、優勝チームのこととは一切触れずにチームのことだけありがとうございます。はい、じゃあクリームフィールドさん2回目ですが。どうもクリームフィールドです。はい、横の方どう思います。いや、なんか本当いつもミスんないんですけど ね、 なんか確かに結構自分も組むといつもなんか成功率が多分4割5分3厘ぐらいなんですよ。なんか半分切るんで。切るね。ちょっとこれはきついっすね。いや、今後ちょっと考えないといけないですね。今後も考えないと、ね、今日はしっかり優勝しましたけど、まあ優勝できたんで、まあ良かったとします、はいはいはい、なるほど、はい、ありがとうございます。はい、おめでとうございます。はい、というわけで、はいはい、はい、おめでとうございます。まあ、まずはおめでとうございます。ありがとうございます。はい、そしてみんなにこの正義のチームの力が。いや、そういうことじゃねえんだ今日は。はい、今日はそういうことじゃないんだ。なんでさっきの2人なんて言ったか覚えてる。今日ね、なんか成功率低いって言ってたけど多分そういう日もあるじゃん、たまには。でも2回連続だよ。そうなんだよね。今日リベンジなんでしょ。そう、今日リベンジなんだ。リベンジならずなんだ。2ヶ月目だよね。そうだからね、3ヶ月目もあるんで。あるの3ヶ月。次もあります。これ3ヶ月目あるんですか、2人とも。これケンゾさんあるよね、3ヶ月目。まあ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 、俺でもリベンジリベンジのチャンスちょうだいよ。ちょっと時間置こうじゃん。え、じゃあちょっと富に練習してリベンジ優勝してのリベンジはさすがにちょっとあれです。ちょっと富にじゃあ練習期間置いて、ちょっと1ヶ月2ヶ月経ったらまた。いや、じゃあ来月復帰するわ。じゃあ2ヶ月だと。2ヶ月待とう。なんで1ヶ月だ、ごめん俺が間違えた。じゃあ2ヶ月待とう。ダメダメダメ。なーに、来月もこれは、ね、だってパトロールしないといけないから、悪いやついねえかっつって聖戦士が。はい、まあじゃあちょっとね、この2人が満足いくチームで仲良く次は優勝してください。仲良くね。わかった。はい、はい、というわけでおめでとうございました。お疲れさんです。はい、お疲れ様です。はい、さあコメントもいっぱい書かれてますが、優勝したのにこのグダグダ感と。はい、あ、切り替えちゃっていい。もう全員。はい、というわけでこれインタビュー誰にしようかな。